く本物志向9時です。夜のクルージング、海岸の家々が放つ窓明かりはまるで宝石。彼女は細いタバコに火をつけた。火照った肌を冷ますようにメンソールが香る。直径 5.4 ミリ、タバコはこれ以上細くなれない。街のメンソール、 Vogue Super Slims Menthol。すごくそういった意味ではマニアックな弾き方したりとか、俺はお前と違うものを弾いてるんだろうとかね、そういうような弾き方ももちろんしてきたしね。じゃあこのアーティストの好きなアーティストはどのアーティストとか、まあ、とかいろいろ聞いたりとかしたんですけども、それでまあ自分もその、まあ、プロになってからいろいろ突っ張ってやってきたところとかたくさんあるんですけど、今ここに立ってね思い返して見ると、やっぱ自分にとって音楽って何だったんだろうなと思う時に、やっぱ一番感じるのは、あの自分が結構しんどい時とかありますでしょ、うん、あの生活してる上で、例えばあの片思いしてる女の子がいたりとか、まあ、勉強がうまくいかないとか、そういう時にあのなんだかんだ言ってこう聞いてしまう音っていうのは未だに聞いてます、うん、で多分そのこういう言い方おかしいのかもしれないけど、僕は今最近よく言ってるのは、音楽っていうのはその人助けなんじゃないかっていうふうに僕思ってるんですよね。であの音楽やってて救われる、あなたの曲を聴いて救われましたっていう、例えば手紙とかもらうでしょ、うん、そうすると本当かよってやっぱ思うんですけど思うんですけど、でもそれでなんかこうあの好きなことやってるわけでしょ、好きなことやってて、なんか人のためになってるわけはないってやっぱ思うんですけどだけどそういう人がいるんですよ、うん、でそういう人いるとすごくやっぱ嬉しいんですよね、うん、何をとってもやっぱそういう人がいるってのが嬉しくて、それでよくよく自分のことを考えたらね、自分がしんどい時にやっぱこの曲、達郎さんのこの曲で俺は助けられたっていうのは随分あって、多分そういう感動とかっていうのがあるから、それが多分俺が音楽をやってる理由なんだろうなってやっぱ思うんですよ。それはありがたいですね。はじめまして、門松俊樹です。いやこれ俺じゃない、俺じゃないんだよな、俺が門松俊樹なんだ。こんばんは、門松俊樹です。今夜はですね、いつもと違った感じで、お届けしたいと言いますのも、今日は私にとって非常に特別な日でございまして、もうこの人に会えばもう ほとんど会いたいと思う人にはほとんど会ってしまったと、言っても過言ではないという感じでございまして、私の歴史そのものといいますかあのそういう感じの方なんですけども、この時を待ってた人も多分僭越ながら僕のファンの中の人とかね、僕のスタッフの中にもたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。今夜のゲストは山下達郎さんです。こんばんは。こんばんは。動く石像です。大丈夫です。幸せやな。今日はちょっとあのタラタラといろいろ、僕ただのファンに出てきてますんで、あのちょっと一つお手柔らか。いえ、あの失礼なこともお聞きするかもしれませんけど、よろしくお願いします。門松俊樹 Vogue's Bar。 この番組は Vogue スーパースリムメンソールがお送りします。
久しぶりに、山下達郎さんのアルチダンというアルバムが出まして、そのアルバムの中からアトムの子を、聴いていただきましたけども、やっぱり僕は今すごいいろんな音楽がもう昔と比べるとどんどん厚具合に出てきて、ジャンル分けなんかもなくなっちゃって、逆言っちゃえばとんでもないよ、今考えてみればジャンル分けがあった方がまだ良かったんじゃないかっていうぐらいの、気がしたんですけども、そんな中でね、やっぱり達郎さんの聴くとホッとするんですよね。そうですか、やっぱりでもね、ホッとすると同時に一番こう怖いんですよ、出るまで。なんで、次どうなっちゃってるんだろうどうなっちゃってるんだろうっていうたんびにやっぱり山下達郎の音がそこにあるからすっごいホッとするんですけども、僕と達郎さんの出会いは今日が初めてなんですけども、初めてですね。一方的な出会いっていうのは、僕は中学1年ぐらいの時に、シュガーベイブをやってらっしゃった頃で、なんとその前、シュガーベイブがレコード出る前に、僕は文教公会堂のハッピーエンドの解散コンサートで、それいくつなの、その時って。それはもう、小学校6年から中学生行くか行かないかぐらいの時でしたね。1974年だか2年だか。うん、そのような解散コンサートって、だって僕、20歳だから18年前ですよ。そうですよね。だからもうそういう、年はもう行かない頃に僕は、タウンで連れてもらったりしたんですよ。だから、達郎さん、でも、その後、シュガーベイブ解散してから、サーカスタウンまでっていうのは結構ブランクありますか？いや、解散コンサートが75年、6年の3月31日と4月の1日なんですよ。多分ね、僕は中学の終わりぐらいにはもう出るんですよ、確か。ああ、そう。それでサーカスタウンのアルバムが76年の10月ですから、今から考えたら7ヶ月しかありません。7ヶ月弱。だからその頃はやっぱりほら、若かったから時間が長く感じて、ね、結構でもリッチな音にいきなりなってたんでびっくりですよね。当時の印象としてね、まあね、だってシュガーベイブだとガレージパンクだもんね。あれ、メジャーセブンのコードを使ったガレージパンクだって僕は規定を今してるからね。要するにやってることはおしゃれだけど、コーディングはおしゃれだけど、だから基本的には姿勢はガレージパンク。でもそういうとこから考えると全然新しいんですよねガレージパンクっていう思想自体が今だから、ああいうやっぱりそのシチュエーションでああいう音楽をやらざるを得なかったって、あのギャップっていうかな、あれ本来なんかあんまりいい例ないけど、例えばシチューリッツとかね、ガロとかもっとおしゃれなアプローチってあったでしょ、当時さ。当時、ああいう要するにプロジェクトでやるための本来はスタイルの音楽な、それを要するに日本のフォークロックみたいな3000枚4000枚のから始まった、まあせいぜい売れて3万売れたら大ヒットみたいな世界で、ああいう音楽やってるあの異常さっていうか、それはすごくギャップがあったっていうふうに自分では考えてますけど、自分が寄ってたって、そのなんていうのかな、例えばナイアガラレーベルとかね、そういうようなところがそういうこう、あまりにプロジェクトとしてこう不完全だったっていうのが今のね、今の目から見れば、ビジネスなんて美の字もないないですよね、その楽音すらないっていう、そういう世界だったから。だけど僕当時そのシュガーベイブが出会った時 そのインパクトっていうのは、何しろそのなんていうのかな、僕大竹さんの声すごく好きだったんですけど、何しろこの人の声だったら何歌ってもどんな曲でも俺は好きだなと思ったんですで、それがものすごくそういうなんていうのかな、結局変な話ですけども、当時歌の上手い人っていなかったんですよね、歌の上手いというか、その技術的な面に見て、それでともかく歌をなんていうのかな、僕はすごく味で聞かせてる人が多かったと思うんです。でそれは今になって言えることなんですけども、当時は僕はみんな上手いなと思って聞いてたんですけども、それでその一個バーンと抜けてくる声質っていうのがあって、で、やっぱりこの人の声を聞いてないと安心しないなっていう声に初めて会ったんですね。でそういう現象っていうのは、当時すごく僕にとっては斬新だったんですね。そう、変わり者なんだよやっぱりね。それそうですよそういうわけで、話尽きないんですけども、1970年代、この70年代は、シュガーベイブからずっと、あれはだからそういうの手前ですか、ムーングローマで、ですね、密度の濃い作品が70年代この10年間の間に達郎さん随分出されてるんですけども、その中で、最も達郎さんがかけてもいいぞとお許しをいただける曲っていうのは難しいんですけどね、もう僕もう150曲ぐらいになりますからね自分のアルバムで、まあそれ1曲っていうのはなかなか難しいんですけど、そうですね、レイニーウォークでもかけてもらいましょうかね、
優しい歌声が聞こえてくるような、天使が見える、ひそやかな雨、足元に戯れて、ああ揺らぎ踊るよ、夜明け月曜日まで。課長もこういう時に限って忙しいのになとかなんとか文句言うのよね。自分だって月曜日の午前中なんか仕事してないくせして。今の時期の香港、これが絶対狙い目よね。ねえ、どこ回ろうか。目的を一つに絞るのがポイントよ。ショッピングならショッピング、食べるなら食べる。だって私香港初めてなのよ。観光もする。ビクトリアピークに行く。あんなとこただ景色がいいっていうだけよ。じゃあせめてホテルはペニンシュラとリージェントとハイアットリージェンシーにしてね。香港の夜景を見ながら火をつける一本のボーグ、至福の時ね、きっと。そんなこと言われたって、今回はツアーでお手軽に行こうって計画なんだから、ホテルは決まってるの。あなたね、旅行代理店に行くのも何もかも私たちに任せっきりなんだから、そんなわがまま言わないでよ。そう、本当に任せっきりで悪いと思ってるの。だから香港に行ったら私に全部任せて。まずペニンシュラに入ってるお店はね、シャネルでしょ、エルメスでしょ、ディオールにフェラガモにラリッチでしょ。ほらバッチリよ。向こうに行ったら私が仕切るわ。あなた香港初めてじゃなかったっけ。気にしない気にしない。私このまま日本にいてボーグ吸っている方が楽しい気がしてきたわ。そうね。直径 5.4 ミリ、タバコはこれ以上細くなれない。街のメンソール、 Vogue Super Slims Menthol。 私、自称山下達郎ファンの門松俊樹がですね、一番好きな達郎さんの70年代の曲なんですけど、これありすぎて困っちゃうんですけども僕やっぱ一番好きなあのアルバムでスペーシーというアルバムがあって、うん、でその中から、救われた曲、スペーシーの中から、言えなかった言葉を。ドアの鍵の夜、君は眠ってる、避けられぬ時へと、誰もいない
人きりで心とさまよビルの窓へ映る空はよみがえる雲ハイウェイスポット そして朝そそり立つ光ほどとし姿さえ見えないビルの窓へ映る空は君の髪さえも今染めてしまう何もかももしも君がそばにいればもしも僕がもしも僕がもしも僕がもしも大丈夫ですよ。うん、寒かったら来ますから。はい。70年代から80年代に移行する流れというのはもちろん僕が、アマチュアからもちろんプロフェッショナルになって、そして、という大きな動きと同時に山下達郎さんの方でもやはり。いわゆるこれも失礼な言い方ですけども、マイナーシーンからいきなりメジャーシーンへとガーンと転換する時期なんですけれども、さてその1980年代なんですけれども、1980年代っていうと本当にもう自分の会社も作り、そしてまたスタジオも作りと大躍進の10年間だったと思うんですけれども、満足したシーンはスタジオとかじゃないですけどね。そうですか。本当他でやりたかったですね。いつも言うと帰って作っちゃったりすると他行けなくなっちゃうから。なるほど。その80年代、達郎さんの最もかけた曲、僕は80年代のねアルバムは割と自分では愛着がとっても深いんですよね。だからこれ1曲とはとても言えないんですけど、実を言うとね、あのポケットミュージックって86年に出した作品があるんですが、
これはさっき言ったように自分のスタジオで撮り始めたんだけど、スタジオの設備が十分じゃないっていうことと、あとデジタルレコーディング、これ初めてデジタルレコーディングしたってことがあって、ね、とってもトラックダウンが不満足だったんですよ。それで実は今それのリミックスをやり直してるんです、トラックダウン。それで今年の多分11月にトラックミュージックの91リミックスっていう形で出し直そうと思って、今度はこれがだからすごく買った人には申し訳ないんですけど、あの時代にはこの年、あの音しか作れなかったんで、5年後の今やっと、要するに本来自分がやりたかったようなやつに運動でレコードを完成させることができたのが、ちょっと値段を下げて、あのアナログ版を買った人も、当時まだアナログ版が主流だったから、そういう人もいるだろうから、ぜひそれで一つあの買い替えで授業を期待してやりたいなと思ってるんですよ。まあ絶対買いますよ。で実は一昨日トラックダウンしたばっかりのテープっていうのがあって、はい、ポケットミュージックのタイトルソングでポケットミュージックってのがあるんですけど、これ一昨日トラックダウンしたテープなんで、ぜひこれをかけてください。はい、それじゃあポケットミュージック。
デジタルっていうのはね、の一番良くないことはね、金かければ金かけるほどいいよ。あ、結局要するにダットだろうが CD プレイヤーだろうがデジタルレコーダーだろうがね、シンセだろうが高い機種ほどいい音する。いい、しょうがないんですよ、フィルターが。要するに、うん、DA コンバーター、ね、AD コンバーターっていうのは金かければ金かけるほどいい音になるっていうね、そういうものだから、うん、昔みたいに要するに安くてもいい音っていうのはないから、これが一番、結局それは何を物語るかっていうとね、金持ちが音楽を作れるんですよ。金あれあるほど音楽を作れる。そういう世界になってる。これは嫌ですね。ロックンロールじゃないですもんね、発想。そうですね。基本的なフィールドが全然違ってくるんですよね。やっぱり香港のカニシューマイは世界一ね。来てよかった。他に世界のどこでカニシューマイを食べたことがあるの？東京。大丈夫、東京より美味しければ世界一よ。ねえねえ、あそこのテーブルの人が食べてるの美味しそうじゃない？あれ何かしら？へえ、まだ食べるの？ちょっと一休みしない？そう、ボーグスってゆっくり香港の夜を楽しまなきゃ。広東語と英語が飛び交う中でボーグに火をつけるとエキゾチックな気分ね。じゃあボーグを吸ってる間に次に何食べるか決めない？ねえ、ちょっとは落ち着いたら。そうよ、ほんと飛行機の中からずっとうるさいんだから。飛行機が着陸した時なんか一人で拍手するし、私顔から火が出るかと思ったわ。だって怖かったじゃない。噂には聞いてたけど本当に建物にぶつかりそうだったんだから。それからずっとはしゃぎ通しよ。よく元気が続くわね。元気の秘訣はね、よく食べることよ。あ、そうだ、今度はデザート取らない？デザートだったら二人も入るでしょ。なんか元気が吸い取られていく気持ち。私もう一本ボーグ吸って気を沈めるわ。私も。直径 5.4mm、 タバコはこれ以上細くなれない。街のメンソール、 Vogue Super Slims Menthol。アーティストってのはその一番大事なのはてめえの思想をどう伝えるかっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、あの結局自分の今生き様って言い方したらあんま格好はしてるかもしれないけども、そこが伝わんないと、あのどんなにいい音楽をやってても僕なんかはね結構余計不安になっちゃうんですよ、うん、だからそれこそあの才能のあるミュージシャンっていうのはもっとブライであってほしいっていう、これから出てくる人たちに対してね、やっぱ思うところってそういうところですね。やっぱだから例えば笹尾さんみたいにこう、サブスケースされてる音楽をこうずっとやってても、やっぱその歴史をたどるとガレージパンクっていう言葉が出てきたりとかですね、やっぱあるわけで、やっぱその時代のミュージシャンたちっていうのがやっぱりなんで説得力を持っていまだに君臨してるかって言ったら、やっぱ哲学があるからだと思うんですよ。あのあらゆる意味で物がない時代でしたからね、ええ、だからそれの弊害もあるんですよ。でもだけど基本的に僕らになんかの時代のロックっていうのは T シャツとジーパンで十分に音楽だったんですよね、うん、それがある時からやっぱりドレスアップしないとお客の前に出たら恥ずかしいっていう発想が生まれてきて、今はだからやっぱりちょっとしたセットぐらいなきゃメジャーじゃないって言われるでしょ。昔は大黒と要するにジガスリと T シャツとジーパンでそれと十分にコンサートだったんですよ。でも今はやっぱりセット組んでね、衣装がちゃんとスタイリストついて、写真撮るときだってメイクが入って、で、やっぱりバックのメンバーにもちゃんとしたものを着させて、で、照明もちゃんとした人がいて、ちゃんとした PA がなかったら、やっぱり、なんていうの、メジャーなコンサートとは言えないっていうの、そういう風潮が大体気に入らないっていうかね。最近はダンサーもつけないとダメなんですよ。そう。それってどっか違うんじゃないかとは思うんです。いや、僕も本当そう思います。で、だから、例えば音楽に対してのそのフィロソフィーの込め方とか、いうことに対して例えば「ワーソング」っていう曲に達郎さんが前インタビューで、あのこれはアジテーションじゃないって言ってたんですよ。で僕は絶対アジテーションだって思ってたんです。こんなにねいいアジテートのある曲をやっぱりアジテーションじゃないって言わないでとかって思ったんですけど、僕はそれはだから門松君の世代は要するにほら、あの世の中は割と安定してたでしょ、うん、僕はやっぱりね、あの僕がなんでミュージシャンやってるかっていうのはもうそういうやっぱ時代性と深分でね、うん、僕が3つ若く生まれてか3つ早く生まれるか3つ遅く生まれてたら僕絶対ミュージシャンになってない。それはもう 100% 言える。それで
70年アンプが高校3年の時だったと。これのファクターが僕をミュージシャンにならせたの最大の、それしかないんだもん、理由。結局それでやっぱりそこで自分のその政治的なスタンスとかそういうものが全て決まってるから、うん、それやっぱり一番18でしょ、うん、18の時は70何歩だったんだろう僕は。だいたい18でそういうことを考えるってことは今の時代ありえない、ね、ないでしょ、うん、はい、だからそれはだって僕らだって考えたくて考えたんじゃなくて時代がそうだったんだもん。それで結局そういう中でこうぐちょぐちょになっちゃって交通事故ってミュージシャンやってるのもんなんですよね。だからそれ今さら交通何が交通事故だって言われるかもしれないけど自分としては本当に交通事故なんですよ。だからそういう意味では僕はいかなる意味でも いかなる団体いかなる集団そういうものにいかなる名前をついた集団団体そういうものに組みしたくないとかね、特定の思想信条、まあ、そういうものに加担したり反論しないように努めて生きてきたんです、うんうん、だからそれは自分の個人的な独白であって常にね、だそれを要するにあの束ねていくことによってムーブメントするってことが政治だとするならば、そういう意味ではいかなる意味の政治的な色を僕は自分の音楽の中から排除しようという、ただ世の中で起こっていることに対して自分はどう思うかという意見は持ってますから、うん、つもりですからね。それはだから最終的にただ僕も子供いますけど、だから子供を守るときどうするかっていうのがあるから、うん、そういうようなことは考えてますから、それは歌にする権利は持ってるからね、うん、保留してるっていう意味ではだからウォーソングみたいな曲を書きますけど、それはだからそういうアジテーションという概念なんていうかな、アジテーションという言葉 の定義からすればそれは僕の中からではアジテーションではないという意味で、あ、なるほど、ね、アジテーションではない、うん、ただそれはあの呼びかけであるかもしれないということです、ね、だからそれは僕の感想文です。そうですね、うん、だからそれはだからなんで僕がこういう言い方をするのかというのは僕の要するに生きてきたその、うん、18の時のその記憶があってね、そうでないとすれば僕はそれで例えば反核の集団に参加してるかもしれない、うん、あの例えばそのねいうようなことをやってるかもしれない、なんかボランティア活動してるかもしれない、あの U2 のボノみたいにね、うん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 、やってるかもしれないけど僕はそれを僕にやらせないっていうのは僕のあの18のあの季節なんですよ、ね、なるほど、うん、そういう、まあ、あんまり面白い話じゃないんですけど、いやすごく面白い僕はこういう話が一番結構好きだったってするんですけど、それでは、1990年代の作品で90年代ったって1枚しか出てないということでね、それじゃあ先ほどの僕が言ってたさよなら夏の日を、はい、じゃあ一つその方から、
その人の美しい指に Vogue の細さがとてもよく似合っていた。直径 5.4mm、 タバコはこれ以上細くなれない。街のメンソール Vogue Super Slims Menthol。香港の夜景と、そして防具、落ち着いたこのひととき、やっと香港に来たっていう実感が湧くわ。ねえねえねえ、誰がどのベッドで寝るかじゃんけんして早く決めない？出た。キミコ好きなところで寝てていいわ。私たちちょっと二人でバーに飲みに行くから。嘘、私もお風呂に入っちゃったのに。だから来なくていいって。私も行く。いい加減あなたのおもりは疲れたの。そう、買い物してた時だって、あ、これ安いとか言って腕いっぱいに抱えてお店の人のところへ飛んでって、ちゃんと買ったかなと思ったらその場で品物全部返しちゃうし。だって香港ドルかと思ったら US ドルで値段がついてるのよ。それって卑怯じゃない？とにかく私たちは二人で行ってくるから、お留守番お願いね。ふーん、いいわよ。この香港の夜景と防具があれば一人だって十分だわ。今度来るときは女同士でなんか来ないわ。彼と二人で来て、そして夜景を前にして、彼は私の防具に優しく火をつけてくれるの。そうだわ、今夜これからだって。もしかしてどこかで私を見かけた人が、よかったら一杯いかがですなんて、この部屋をノックするかもしれないわ。ほら、ごめん、お財布忘れちゃった。直径 5.4mm、 タバコはこれ以上細くなれない。街のメンソール、Vogue Super Slims Menthol。 すごく今売れてるものとかたくさんあるんですけども、あれってやっぱまた違うんでしょうかね。その達郎さんのライドンタウンでヒットした時の、うん、今はコンセプトの時代ですからね。それで、うん、僕は76年にソロになりましたけど、その時にサーカスサンド1枚目のアルバムが2万ちょっといったんですよね、その頃はやっぱりロックフォークまだニューミュージックなんてことも出たての頃で、その当時アルバム2万売れたら大ヒットだった、このジャンル。今はね100万が当たり前って言ってたでしょ、これはね、あの問題の立て方が全然違うんですよ。そしてやっぱりレコード会社は、僕らの、その僕がソロになった時代っていうのは、僕のアルバムはレコード会社の事業計画に組み込まれてないんですよ、まあ要するに出したいだけ出せと、一種の企業イメージですよね、CI に近いもんで、それで商売しようなんて誰も思えてないし、期待もしてないわけです。ディレクターもそれは望まないし。でも今の時代はね、例えば大きな会社だったらロックフォークで、これで要するに今年の事業計画何パーセント達成するかって重要な歯車になってくるわけです。そうするとそれでやっぱりそのコンセプトを組み、それはビッグタイアップでやっぱり何十億とかお金が動いてね、それはだからそれに、そうしたら音楽どうやって作るかってことはおのずと変わってくるからって、それは大変でしょうね。すごく大変だと思いますよ。あのたまたまこの間僕ジョーサンプルとあのいろいろ話する機会があって、で話してたんですけど、とは僕と同じやっぱ考え方持ってて、今悩んでることって何かっつったら、音楽はすごくマニファクチャーになっていうことで、要するにクリエーションじゃなくてマニファクチャーって言い方が今はまず適切だろうと。それで結局いい、例えばいい素材を見つけてきて、こう光らせるために例えばこう育ててやろうとかね、そういうことをまずすることではなくて、とりあえずその最もコンセプトに乗せやすい素材を見つけてきて、
でそれをまあ作り上げて一気にともかく投資して売る。でもう売らなくちゃ困る。で売って売れる間は売るんですよね。でその後のことはあんまり考えてやってないというのがまあ現状だと思うし、それに売れてる今のアーティストたちがそれ気づいてるかどうかっていうのはまあ僕は疑問なんですけども、だからこいつらこんなにいきなり売れてお金切って入ってきてどういう気でいるんだろうってやっぱ思うんですよね。ただ結局好むとこのままだったらかかわらず、いい意味でも悪い意味でもやっぱこういう音楽が商売になってきたってことの結果なんですよね。それ結局やっぱそうすると枚数がね、昔は思いくそ努力して一生懸命やってやっと3万5万だったのが、今はそれの10分の1ぐらいの手間でコンセプトだけでね、だからそれは音楽だけに限らず今コンセプトの時代だから、昔は美味しいものがあると、それを一人でも多くの人に食べてもらいたいからプロジェクトを組んでコンセプトを組んでそれを要するに乗船かけるっていうね、今はコンセプトさえあればまずいもんうまいって騙して食わせられるっていう、そういうことを考えるって言ったら、だから物の発想はやっぱ違うんですね。だけど結局音楽は音楽でしかないから、あなたの言ってることはよくわかるけど、結局はね、だから音楽は所詮音楽でしかなくて、それ以上でもそれ以下でもないから、結局最終的にはいいものは残ってくし悪いものは消えていくっていうことしか言いようがないから、今はそうですよね。それは要するに確かに大きなお金を動いてプロジェクト行くようになるけど、結局それだからといってイージーゴーイングなものは結局消えていくし、きっちり作ったものが最終的には残るっていう僕は確信あるから続けられるよと思ってね、それがダメだったらこんなつまんないしょうがないもん、僕はそれは同感です、というわけで今日はね、さんいろいろ喋っていただきましたので、なんか記念すべき日で、本田さんなんか楽しみにしてました。あ、そう。うん。本田元気でしてるんだとか言って。まあ、だから結構だからそういうやっと時代を超えていろんなアーティストに会えるようになって、で本当にだから。本さんのこといつも飲んで、あとは山下達郎に会うだけだよお前はってよく言われてたんですけど、恐ろしい。いやだけど本当に機会あって本当忙しいとこわざわざ来ていただきまして、とんでもない、ありがとうございました本当に。これからじゃあツアーを、いや今ねマリアのアルバムやってるんです。あ、そうなの。彼女も4年近く出てませんから、そうです、ね、やっと子供が一応手かかんなくなったんで、ええ、一応アルバム作んなきゃなんないんでね、来年の春目指して一段落してからってことですか。そう、11月中旬までそれがなんとか頑張ってできるだけやって、はい、あとはツアーやりながらですね。あ、そうなんです、ということはツアーは来年になってから。いや、ツアーは12月中旬から始まりますから。中旬から始まります、じゃあまた遊びかしてください、はい、ぜひ。いや、久しぶりも楽しみに。いや、何をおっしゃいますよ今日は本当ありがとうございました。どうも失礼しました組織ボーグズバー。この番組はボーグスーパースリムメンソールがお送りしました。優しい